暑いね。あ、いや、単純に行ってきましたっていう。ヨーロッパ T シャツですって。はい、というわけでですね、ラップシーエイジア2013というイベントがありまして、私、ベストトーク賞2位をいただきました。ありがとうございました。これのプライズはですね、まあ、海外カンファレンス派遣ではなくて、国内カンファレンスに派遣っていう賞だったんですよ。だから、のはずだったんですけど、和田雄介っていう人がですね、JPA の理事になりまして、マキさんが、なんか、モッシーさんと僕にメール送ってきて、ユースケレイこと和田さんが理事に就任、副賞辞退というわけで繰り上がりましてですね、よっしゃーということで、キャプシーヨーロッパ2014に行ってきました。はい、というわけでしましょう。キャプシーヨーロッパ、行ったことある人、ナズマさんは行ったことありますよね。海外のなんかそういうカンファレンス行ったことある人います？はい、今年はここでした、ブルガリアという国で東京から6000キロぐらいで、先週ですね、8月の22日24日という3日間やってまして、で、そこのブルガリアインターエキスポセンターということで、開催されました。で、僕8月20日に出て26日帰ってきたんですけど、この写真はブルガリアのソフィア空港の写真。朝飯こんな感じでした。で、ちなみに滞在したら全部同じメニューだった。焼きような感じじゃないって感じなんですけど、つらいと。で、最初の初日、21日の、朝から暇だったので、ちょっと市街を観測したんですけど、こんな感じで、地下鉄は結構綺麗で、最近どんどん整備してるみたいでっていう感じでした。まだまだなんか延伸計画があったり、駅の中にこういう食があったり、あとこれ地下鉄の路線なんですけど、ここがまだ空いてて、多分まだなんか伸ばす計画があるんだと思うんですけど、それぐらいなんかまだこう発展途中みたいな感じでいいでした。で、電車超安くて、1回に乗車すると70円払うだけでどこまでも行ってもいいっていう、だから距離によって感じじゃなくて、乗車1回あたりっていう感じだったんです。で、最初ここが会場のその引退センターがある駅で、で、市街地一番中心地がこの乗り換えがあるセルビカって駅なんですけど、2駅前でもちょっと散歩してみようかなということで、こういうレブスキースタジアムで行って、で、トボトボですね、このレブスキー大聖堂という市街地の中には観光の場所だよっていう場所があったので、17分ぐらいから歩いてきました。結構こんな感じで、路面電車とあと路線バスが上に電線走って電気で動くみたいなのが撮ってたりして、あんまりバスの方は日本で見かけないか写真撮ったりして、でこんな感じの街並みです。まあ、非常にこうなんか路地とかは割とこうなんかヨーロッパかとか東欧のこの建物なんかも結構味があるなと思う写真を撮ったりして、で、露店で果物が売っていたりとかしました。なんかずっとずらーっとこれが並んで、公園の周りで。で、これ、なんか街の中に急にこんな、なんか、子供の人が遊んでる前で、これ何の建物かよくわかんないですけど、突然こういうのが現れたりして、東京が現れるし、そう、業界の関係。自分の住人なんかじゃないですか。そうですね。こういう感じでした。で、割と、どう来たなって感じの、ずっと歩いていて、で開けたところに出て、この奥のこれがですね、アレクサンドル・ネクスキー大聖堂というところで、これなんか撮影禁止だったのでちょっと中の写真がないんですけど、まあ、外結構暑いんですよね。湿度は低いんだけど気温は高くて、まあ、中でちょっと涼んで、さあ暑い、で中を見て次どうしようかなって言ったので、その21日の夜、プレカンファレンスって言って、ラプシーエイジアの前夜祭みたいな、まあ、そういうイベントがあるんで、ちょっと迷子になったやだから、昼間のうちに会場を探しとこうと思って、すぐ見たら、なんか実はここから歩いて7分で、セールというのが分かりまして、もしくは歩いていってみよう
ということで、割とこういう街並みをこうテクテク歩きながら、あ、途中こうなんか露店の売店チェリーコークにしてて、チェリーコーク日本だと売ってないので、あ、これはちょっと久々だなと思って、チェリーコークを一息入れたりしながら、まあ、歩いてました。そしたらなんかちょっと何とも言えない感じのキャラクターと、あと、あ、カラオケインスタでっていう。まあ、こっちちゃんと切り文字の R なのに、なんかこっちはアルファベットの R なのに、大きい揺れがなんかちょっと味わい深いな。多分夕方じゃないとオープンしないと思うんですけど、ちょっと味わい深かったので、ここは取り上げました。で、このクルクルコかっていう名前のお店が、プレアサイドの会場で、そこを確認しました。で、これがさっき、その到着したお店で、実はさっきのセルティカって一番中央、その乗り換え駅があるところまで、実はここから歩いて8分だったところがあって、これも徒歩とも歩いていこうということで、こんな感じの、割と中心地の、この確かなんか、中央議会だか銀行だかなんか、でかい建物があって、同じように、割と日本でいうと、大手町とかの、なんか、省庁が並んでたりとか、まあ、銀行が並んでたりする。にかかるところでした。途中、その建物の中で、まあ、ランチ時だったので、ビール飲めますって言ったんですけど、これだけで600円、700円って結構安いなっていう感じでした。で、駅まで、少しこれ駅の前なんですけど、そういえば、生活用品を買っておかれたら1週間ぐらい滞在するということで、これ宿の前から見えたんですけど、なんか、すごいでっかい、スーパーっぽいやつと、奥にアウトレットが見えるなっていうことで、まあ、行ってみたんですけど、これ、まず行ってみたんですけど、メトロっていう、ただこれ、コストコみたいなところで、会員証がないとゲートが開かないんで、もうそこで挫折。で、ここ、ソフィアのアウトレットが一番でかいところらしいんですけど、高級外国ブランド用品店の方だったんで、お役立たず。はい、いうことで、このザモールっていうですね、イオンモールとかジュネスみたいなやつ、専門用語でいうところっていうふうに言ってきて、もうなんかマジなんかもう、さっきの東欧の人と全然違うぐらいが割と栄えてる感じの、もうイオンって感じでした。地下にカルフールのスーパー入ってて、で、グラウンドフロア2階3階は普通に専門品店が入ってて、で、4階にプレイグラウンドですね、ゲーセンとかボーリング場とかがあったりする、もうまさにイオンモールって感じでした。あ、これですね、スクーターとかって、ね、あ、そっか、これテレビかが1000レバーなんで、これで7万くらい、まあ、あそこも大体、まあ、ちょこにスペックだけど4万円くらいで買いたい。あと、これハリーポッターなのかなんだか今なんですけど、これちょっとなんかちょっと違いますね。詳しくないんですけど、なんかちょっと怪しいな。で、まあ、なんか地下の食品、生活用品の食品というところに行って、まあ、まさにもう本当にいろんな感じの、こんな感じの食品モールがあってですね、結構学んでましたね。だから、減塩醤油がですね、7-7-4-500円ですね、普通の醤油差し、ちょっと高いと、うまく売ってました。で、ティラミスとかすごい、自己主張が激しいなって思います。あと、野菜も、まあ、結構たくさん種類売ってて、結構驚いたのが、この0.99 って書いてあるんですけど、さっき1リットル70円なんですけど、これ0.99っていうか、まあ69円とかそういうらしい、そういう、あれなんですけど、これ1個1リットルじゃなくて、キロ1リットル。キロ。そんなに食べられないよ。っていう感じでした。そうなんですよ。だから、トマト、キロ70円。割となんか乳製品とかパスタの超安い562円、さすがイオン。ハレの肉やチキンとかもよく500円ぐらいと、まあ、存在コーナーは国柄出ますね。なんか結構ピクルスとかオリーブとか、なんか魚はなんか酢漬けだとかオイル漬けだとか入ってたりとか、肉は、まあ、かなり塊で売ってるんですよ。今回こう、別の角になったりしないで、こんな塊で切ってたりとか、魚もなんかこう、氷の上にのさっと乗ってるんで、向こう側にいる店員の人に行って、取ってもらって、
そんな感じです。あとビールですね。ビールがすごい安い。これ2リットルのペットボトルです。日本だとペットボトルでは売ってないんですけど、ペットボトルで売って、これ 2.59 で181円。安い。ビール2リットル181円。これ缶の330ミリリットルなんですけど、これ 0.59。つまり41円。ビール330ミリリットルで41円。もうね、あのシメが7400とかぐらいかぐらいです。で、ステラウトはって日本でも買えるやつが500ミリと120円。結構いろいろこう 100円台でたくさんこうビール買えて、ビールくず天国で、なんかそんなことするやつら、明治木村さんっていう人がチェコの人から中途券100円ぐらいで、それでも悪魔のように高いとか言われて、それもさておき、まあ、そうやって生活用品を買って帰ってきた。ビールは生活用品。ということで、まあ、プレカーマですけど、あの10分経ってる。まあ、さっきのお店で、こういう張り紙があって、まあ、あのこれがあったおかげで、まあ、分かりました。で、まあこの時はもうフリービールだったので、ビールだけフリーみたいな感じ あの会場になってて、地下で100人ぐらい、もうみんなガンガン来てました。で、僕、2人と特に話せて、あのポルコンってチェコのパールワークショップやってる人と、あと、エリトリって現地のブルガリアの人とちょっと話してて、家賃トークをしてもらいました。僕、大体800ユーロの物件住んでるんですけど、物件のその間取り図を見せて、ここに住んでるんだよって言ったら、いやいや、ブルガリアだと200ユーロくらいで借りられるぜ、みたいな、そういう。ほんと4分の1からですね。結構なんか、日本の給料をもらってブルガリアで暮らしたい。で、初日はまあ、終わりまして。で、ようやく、これが、ここから本編なんですけど、結構巻いていかないとまずいですね。で、ヤップシーっていうのは、もう、ソーシャルカンファレンスだと去年、ユースケウェイさんが LP で言ってたと思うんですけど、まあ、僕はちょっとまだぼっちだったんですね。そしたら、あのマキさんっていう人がですね、こんな感じでこう、ちょっと、はい、いただけてよ、イエーイっていう感じで、あのウパサナっていうブッキングドットコムの人と、あと、あのオリビエっていう、彼は何やってるかちょっと聞きそびれたんですけど、来てくれて、出すぼっち。やった、俺のソーシャルカンファレンス始まったぜ。マキさん、ありがとうございました。はい、というわけで、これ会場です。まあ、実際エントランスと休憩スペースがあって、ここでみんな立ち話をしたりとか、あのスタンディングデスクにあのボート PC を置いて作業してたり、で、ここでやってました。で、当然無限コーヒーもあってですね、これが、2箇所ぐらい置いてあって、まあ、あの勝手に作り、あとお茶もあったりとかして、で、2、3日目には無限コーラとスプライトが追加されて、で、無限朝食が、あの、なんかチーズイートパンとチーズのノットパンっていう、なんかチーズばっかりしかないんですけど、あのこれさすがに飽きたのかね、2日目以降誰も食わなくなってすごいな。で、有限昼食もですね、あの振る舞われていて、あの会場側にあんまりレッスンがないんですよ。なんで、サブウェイが取られてます。だからこれなんで有限かって言ったら、僕ちょっと10分ぐらいで遅れて取りに行ったらもうなくて、なんか残り2個でぺちゃんこになってるやつみたいななので、早めに取りに行かないといけないです。で、その初日よりはオフィシャルディナーがあって、こう、あの、会場から、車で15分ぐらいのところ、をバスチャーターして、で、みんなで移動して、で、その時にあれかな、オランダの人との同席して、ずっと、あの、Google 翻訳経由で、トークしてみたいな感じで、あ、こんな感じですけど、このインタイスセンターが車で15分ちょいぐらいのこの湖の通りのこういう会場で、ここ以外にもこう一段上がったところに席があって、で、それでですね、こんな感じの6人1組のテーブルで同席したのが、そうや、なんかすごいサービスショットを出してくれると、あと、ホビットっていう、礼儀関係のトークを出して、で、あと、
下のシャツしか映ってないですけど、ジュリアンっていうドイツでファールワークショップやってる人と、まあ、あのヨーロッパこんなにワークショップあって面白いで、日本だと、まあ、沖とか東京だと入部式あるよみたいな話をしたりとかして行ったんですけど、なんかもう右側ドイツ語で左側英語でガンガン見直してて、あの一番印象だったのってずっとファックファック言いながらエデュケーションについて話をしてましたファックファック言いながらエデュケーションの話をしてたよ結構印象でした。あ、この欲求もあって、ここで踊っているのがあの平田さんにそっくりだったあの自由オーガナイザーの人という感じでした。で、今回のメインホールこんな感じで、サブ会場にここで僕トークしたんですけど、で、3会場には50人ぐらい。だから、300から400入るメインホール、100人ぐらい入るサブ会場1、50人ぐらいのサブ会場2っていう感じの構成でした。で、遠くですごく良かったなと思ったものなんですけど、まあ、去年のユースケルトの発表と同じように、みんな、遠くの最中にツッコミを入れてきたりとか、まあ、日本だと遠くの最中にツッコミ入れるのは頑固がいいって人ぐらいだと思うんですけど、あと、こういうマイクが全部の部屋に完備されて、基本的にこっち使ってくださいっていうふうに案内されるんですよ。みんな、こんな感じで、こう、身振り手振りしながら、お話をしたりとか。あと、遠く終わってからも、ガンガン話をして、まあ、そのままちょっと、入り口のスペースに移ったりとか、そういうのが活発になりました。割と日本だと、聞いて、黙って出てっちゃうみたいなのがあるんですけど、この辺を結構、ちょっと、さっき話したとおり、ソーシャルカンファレンスみたいなのを感じました。で、僕、通りが、サムリータした遠くが通りまして、一応スピーカーで入ってきたんですけど、こんな感じです。動画を見てくれた方も、あ、ジャズマさんとか、あ、見てくれましたか、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。っていう感じで、まあ、実は中継があったんですよ。見ていただいた人もいると思うんですけど、まあ、なんか、意気込みもちゃんと自殺サーバーの話がある確かにで、あ、もうやめに無茶な受けた LT 僕、この時受けたのこれ5人で登壇して、お芝居をやるじゃないですか。これ何やってるかって、大ボスのその、認証のデモをそれぞれので、紙をこう、このデータこっち映って、こっち映ってっていうのをやるこれだいぶ受けましたこれありなんだっていうなんで LT これ誰か取り入れてやってくださいで、なんかみんな気になってると思うんですけど、最後英語の話をちょっとしようかな。割とヨーロッパって全然そもそも母国語が英語じゃない人がいっぱいあるんですよ。スラブ系だとそもそもロシア語っぽいやキリル文字圏だし、ドーバ海峡を渡ったそもそもドイツ語じゃないですか。なんで、なんか割と英語はこの公設文よりもっていうのは、まあ、寛容だったかな。僕あんま喋れないんですけど、まあ、どうにか Google 翻訳を使ったりとかしながら、まあ、向こうも使ってくれたし、まあ、なんか話す内容があれば割とコミュニケーションの、まあ、ちょっと拒否するみたいなのがあってですね、非常にこう良かった。その辺が良かったし、まあ、もっとなんか英語勉強したいねみたいなモチベーションもありました。なんで英語できないとかっていうことは別に私の海外行けないってこととは全然別の話なので、そこは気にしすぎなくていいのかなっていうのがありました。で、来年の話なんですけど、来年はグラナダだそうです。ジブラルタル海峡なんです。年中温暖ですごいウール街が上がりそうな状況してですね、非常にいいとこ。観光地ですか。あ、脇さん行ったことありますか。通ったからそうなんですよ。来年も羨ましいですね。なんで行ったらちょっと楽しいと思います。なんで割とこうなんでしょう、行くチャンスってこのコミュニティに参加していろいろアウトプットをして、まあ、認めてもらえたら行くチャンスにもらえたりするんで、結構まだトークしたことないとか、みんなと関わりがなかなか持ててないっていう人もぜひ、そう一歩踏み出して行きませんかっていうのはすごく感じました。質疑などということで、私のトークは以上になります。ありがとうございました。